いや、あれだって、7時半。7時半っすか？最大ね。すごっ。宮古島いいっすか？宮古島いいよ。最高。前髪ちょっと紫色入ってますね。それはお前沖縄来たらお前ベニーも育てないけんだろ。ああ、そっか。じゃあ僕は松山の、松山のみかんジュース、ポンジュース、大戦も買っていきますね。ポンジュースカラーにしといてよ。髪の毛。髪の毛ですか？しげさんと。無理っす。無理っす。次、しげさんのとこいつ行くん？キャンプ前に行くじゃろ。1月の月末に行きます。予定合わせて。俺も行こう。まあもう髪の毛ボサボサで。やばいっす。うん。だから早く切りたいっす。キャンプ前なんで、もうバッサリ行ってきますわ。ええやん。はい。いや、ちょっと、もう寝ろ。こっちがやばいっす。寝ます。え？疲れたんで寝ます。しっかり休んで。明日はまだ、明日も練習？そうです。明日や、練習して、次の日、一応オフですね。ああ、なるほどね。はい。はい、じゃあ、頑張ります。昨日あれなんよ。和樹結婚式だったんよ。あ、そうなんすか？そうそう。昨日式、俺、トンボ帰りした。え、あ、だからあの飛行機また宮古島ってやつなんですか？そう。宮古島から宮古島に移動したんかと思ったっす。全然違う。バリきつかったわ。本当ですか？うん。じゃあまた頑張りましょう。ありがとう。また帰ったらよろしく。あれ、はい、あれよろしくね。OK です。分かりました。OK。分かってます。よろしく。はい、ありがとうございました。OK、OK。またほんじゃ、はい、またゆっくり。はい、頑張ってね。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。OK、怪我すんなよ。はい、大佐も頑張ってください。はい、すいす。はい、失礼します。はい、す。はい。内山くんでしたね。